すと、ニューヨーク、島田和也は、かっこいいヤマピー、と感激した。菊池は、その時に、僕は今ライブの演出とかやってるんですけど、そこで、俺ライブの演出やるわ、って話をして、とセクシーゾーンの今後の方向性についても話したとし、だから中島はその時色々テレビとか出てましたし、エースストライカー的なところで言ってくれ、っていうので、僕は裏方っていうのじゃないですけど、 演出とかっていうのを考えるように勉強するわ、って。なんとなく二人の方向性が、と語った。結局、ジャニーズはみんなオールラウンダーでやっていくんで、あれもやりたい、これもやりたいになるのは必然だと思うんですけど、それが必要だと思うんですけど。グループの中で、俺はあれもやる、これもやるになっちゃうと、どっか譲る部分がないと。役割分担がなんとなく、 全部やるでいいんだけど、こうなった時は相手に譲ろうっていうのが、結局ないままずっとやってきちゃったんで、と話した。さらにその時に、あいつは僕のことを、ーマって呼んだんですよ、としたものの、でも恥ずかしくなって今はまた、菊池に戻ったんですよ、と明かすと、ニューヨークの二人は、それもいい、リアル、と感動。めっちゃいい、とうなっていた。